いやどうも、いつも YouTube をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、ここは、人形町も近いんですけど、私的にはもう日本橋ですね。で、日本橋のサンダース、まあアメ横とか渋谷とかでずっと気になって何回か試着したことあるんですけど、あのマットカードとか、ちょっとあのミリタリーシリーズっていうのかな、ミリタリーシューズのカテゴリーもあって、すっごいずっと気になってて、このサンダースが今年ね、なんとね150周年なんですよ。で、なんか限定モデルとかも出るらしいんで、このサンダースの、まあ、販売代理店ですね、グラストンベリー、もうあのイギリスの音楽でフェスとかって有名なも聖地ですけど、グラストンベリーっていう会社のショールームでちょっとねアニチェックしてみたいと思うんで、ちなみに今日はこうブリってる感じなんですけど、まあハリントンジャケットですね。これ撮ります、ハリントンジャケットにこのペルソールの714、まあ、結論から言うと、まあ、ブリってるってことですね。じゃあちょっとサンダースチェックしてみます。いや、ブリってるなあ。めっちゃもういきなりいきなりオエーシスですよ。これファーストですね。ほんとね、世界中がね兄弟喧嘩やめてほしいって思ってますよ絶対。いやー、なんか素敵なショールーム、なんかこっちからもグルーヴ感じる、なんかすごい、なんかスターリングオーバーみたいな。やっぱ汚い、やっぱ陽光の、やっぱねジョンの魂ですよ。はい、ということで、グラストンベリー、はい、はじめまして。はじめまして。アニチューブの兄貴と申します。大倉と申します。いやー、よろしくお願いします。もう入り口からポールいて、はい、ジョンいて、ヨーコいて、めっちゃブリってますね。ありがとうございます。で、そのまあサンダース、いろんな、まあ、アメ横とか渋谷とかで何回か見て、はい、いやもうなんといってもこのサンダースのマットガード、はいはい、これ何がいいっていうと、もうこのハリントンジャケット、はい、まあ、これ私がディレクションしたブランドのものなんですけど、ハリントンジャケット、このあのサングラス取りますか、ペールソールの714、うんうん、もうこれ私の中でブリってますね。ありがとうございます。ペールソール着てハリントンジャケット着て、はいはい、このマットガード履けばブリってますよね。かなりブリってますね。あ、ブリってますか。ブリってますね。まあ服好きな方は、はい、まあ、私がこういうスタイルとかっていうのは、皆さんこう定番服が好きな人は通ってるスタイルだったりすると思うんですけど、はい、まあ、昔の映画で見たりとか、はい、で、まあ、サンダース、まあ、ご存知じゃない方もいらっしゃると思うんで、大倉さんの方から簡単に、創業が今年150周年。そうですね、はい、で、まあ、どういったあの英国靴かっていう話を簡単によろしくお願いします。はい、そうですね、まあ、今150周年という話だったんですけれども、はいはい、まあ、なので150年前1873年に、はい、ウィリアム・サンダースさんとトーマス・サンダースさんという、はい、まあ、兄弟によって。兄弟なんですね。そうなんですよね。イギリス の、はい、あの靴の聖地と言われているノーサンプトンに、はい、やっぱノーサンプトンなんですね、はいはい、されていますね。すごい。で、確かイギリスの、まあ、軍というか国のに結構治めてたっていう か、 なんかそういう歴史があるって聞いたんですけど。そうなんですよね。本当にその創業当初っていうのは職人さんも本当わずか5人くらいで、はい、スタートしていたんですけれども、うん、やっぱりそのイギリス軍のからの、はい、そのミリタリーシューズの、はい、供給の契約をしたことによって、はい、そこからもう軍と大きく発展していったという経緯があります。なるほど。もうね、私やっぱり軍物とか、そう、はい、ワーク系ミリタリー系もものすごい大好物なんですけど、はい、なんかそういう名残っていうか、そういう遺伝子を受け継いでるような印象があって、うんうんうん、で大きく分けると、あ、確かミリタリーこれかな、ね、カテゴリーが、はいはい、例えば、この子たち、まあ、私が今言ってるとマットガード、はいはい、この子たちは何コレクションですか。こちらは、サンダースコレクションというコレクションの一つになりますね。はい、主に、まあ、こういうあのマットガード、マッドガードですとか、やっぱりイギリスではそのグッドイヤーベルト製法、はい、その辺の製法を中心に、はい、まあ、
たくさんのバリエーションを、はい、取り揃えているコレクションになります。なるほど、はい、で、こっちがこちらはそのミリタリーコレクションという。ミリってますね、はいはい、もう瞬間もう呼んでますけどこの方がねこれ、はい、新宿の方の私がすごくお世話になっている百貨店とかでも、はい、一度入ったことがあって。あ、本当ですか、ありがとうございます、はい、もうどうですかこれ、クラウンこれブリってますねこれ。そうですね、その辺なんかもやっぱり英国ならではっていうところを表現したものになりますね。なるほど、はい、でミリタリーコレクションがここら辺まであって、はい、でまたここら辺もちょっとなんかラストが昔のおでこ靴みたいな感じでちょっと可愛い感じですね。そうなんですよね、こちらがですね、はい、BGS コレクションという、はい、コレクションになって、まあ、このインソックの方にも BGS というラベルが入っているんですけれども、はい、これもなんかちょっとミリタリーとかワーク系の。これもやっぱりミリタリー系です。って言いますのはその、まあ、BGS というのが、はい、ブーツアンクルジェネラルサービスっていうところの完璧ですね、略称でして。今めっちゃ嬉しそうなこと。いや恥ずかしい、恥ずかしいです、はいはい、そこの略称でして、はい、まあ、実際にその1880年代から、はい、まあ、1950年代までのその、まあ、ブーツ、うん、アーミーブーツっていうのを、まあ、サンダースも製造生産していたっていう背景もありましたので。なるほど、はい、このなんか履きやすそうな、はい、まあ、ミリタリーラストって結局その機能的なラストなんで、まあ、履きやすかったり歩きやすいってことになるとちょっと面白いですよね、このつま先があんまりとんがってなくて。そうですよね、全くミリタリーコレクションとも違うラストだったり、このベルトの部分も削られているので。なるほど、その辺なんかでも随分印象が変わってきて。いや、これも80年代後半から90年代ぐらいに履いてたインポートの靴のラスト、こういうブームあったじゃないですか、うん、はい、懐かしいですね。その当時のハイブランドの靴とかでも、あとイタリアの靴とかもこういうのありましたけど、大きく分けるとその3つになると。そうですね。じゃあ早速、はい、やっぱりブリッテル、ブリッテル、まあ、このハリントンジャケットにペールソールで、はい、ちょっと拳銃は持ってないですけど、はい、ブリッテル感じだと、はい、やっぱこれが大定番ですか。ブリッドチャッカー、そうですね、ブリッドチャッカー代表的なモデルになります、はい、この色は何色っていうんだろう。これこちらはですね、ポロスナフという、はい、このサンダースの、はい、このマッドガードっていうシリーズの中でも、はい、本当に定番的な大定番の色になります。これいわゆるマットガードっていうのは、はい、まあ、言葉通り、まあ、泥受けっていうか。そうですね、これはこの製法ってあんまないですよね、独自なもんですよね。そうなんですよね、マットガードっていうのがまずこのアッパーとこのソールのその結合部分に、はい、その細い薄いラバーをぐるり一瞬巻いてまして、はいはいはい、まあ、それによってその、まあ、おっしゃったようにその泥とか水、はいはい、そこから守っていくっていうような感じになるんですよね。なるほど、なんかデザイン的にもちょうどこのマットガードの厚さっていうか、これがすごくブリってますね、うん、ありがとうございます。すごくアクセントになってますし、はい、ラストもなんだろう、ちょっと気持ちスクエアなんだけど、そんなにロングノーズじゃなくて、はい、まあ、どんな服でも合いそうな感じもしますね、はい、ちょっとじゃあこれ早速これ履いてみてもいいですか。はい、ありがとうございます。で私が、はい、イギリスの靴で、はい、だいたい7ハーフ、アメリカだと8で、日本だと26センチなんですけど、はい、大倉さん的になんとなく7なのか7ハーフなのかって、まず履いてみるとしたら。そうですね、やっぱりまあ7ハーフ、7ハーフですね、今ちょっとそんなに、はい、ギチギチで履くというよりも、まあ緩く、はい、なんか緩くですね、はい、靴下との合わせなんかあると思うので、なんか例えばこうライブでちょっと、はい、もう帰りたいなと思ったら、ノエルがまだ3曲あるのにリアムが帰っちゃうぐらいの緩い感じ。緩い感じ。これ間違いないですよこれ、うんうん、今のこの状態で、まあ、羽がこれぐらいの感じだし、めっちゃ綺麗ですねこれ。ありがとうございます。これ超軽いですね。そうなんですよね、見た目とか手に持った感覚よりは着用していただいた方が軽さはすごく感じられると思います、はい、いやこれ多分これなんか前っていうか、こう2回ぐらい履いたことあるんですけど、お店で、はいはい、もっと軽く感じるなこれ。あ、本当ですか。スリッパみたいですね、はい、スリッパ。いや、はい、なんでこれシャンクは入ってるんですか、入ってないんですか。入ってないと思いますね。なんて言うんだろう、
まあ、いわゆるデザートブーツとかクレープソールのああいうイギリスの靴とかもすごく柔らかいじゃないですか、うん、だから変なしスニーカーより柔らかいかもしれないですこれ、うん、いやでも本当スニーカー感覚といっても本当過言ではないくらいの履き心地だと思います。いやこれあとなんかやっぱりこのマットガードのボリュームがこうやって見た時に結構アクセントになりますね。そうなんですよね、横から見た時と、はい、あとはこうまあ、大体靴ってやっぱりこのアングルが一番多いじゃないですか、はいはい、でこれ多分靴好きな人には分かると思うんですけど、はい、こうやって見た時のトゥーの感じとこのマットガードがちょっとこう、うんうんうん、この境目たまんないですねこれ、はい、ちょっとこう上にせり上がってる感じの、はい、なんか5万切ってて、この履き心地でこの雰囲気かなりブリってますよこれ。これちょっとなんかパトロール、日本橋パトロールしてきたおじさんこれって、はい、ぜひぜひこうやってお願いします。こういう感じでいやなんかいいな、まあ、今日なんかこうやってハリントンジャケットですけどこれ多分、はい、まあ、これからの季節薄手のツイードのジャケット、はい、で薄手のニットのタートルとか、はい、ネックがちょっとあるぐらいの、ニットで、はい、あのツイードのジャケット、うん、でこのペルソールかけてこれ、はい、間違いないですね。間違いないです。マットガード、はい、これもうこれ買います。これありがとうございます。これサイズ大丈夫ですよね、セブンハーフでね。いいと思います。これ、はい、でも黒もいい、黒もいいっすね。でもね、そうなんですよね、黒もいい。そこ迷っちゃうところなんですけど。いいな。でこれが、プライスが、税抜きで4万8000円、ね、はい、いやでもこれで5万以下っていうのは本当素敵ですね。でちなみに、はい、これ多分エイジングサンプルですかね。そうですね、はい、まあ、でもこれ結構このマットガードのところもちょっと色合いがちょっとエイジングされて、まあ、ちょっとこういうシワが入ったりとか、はい、もっと履き込むと、はい、まあ、味わいが出ますし、はい、多分日本人の方ってスウェードとかもとかレザーシューズ雨の日履かない方って結構多いと思うんですけど、うん、私結構まあガシガシ履いちゃって、はい、まあ、あんまりねスプレーとかもあんまやらないんですけど、はいはい、なんかこういう靴はもう履き倒してなんぼっていう感じはします、はい、なんかこう味が出た方が。そうですよね。なんで結構この雰囲気、味が出た後の方を好む方も実はこのブリッドチャッカーに関しては特に多い感じはしてます、ね、なるほど、はい、で、もうこれもちょっとお聞きしたかったんですけど、はい、まあ、私がもうリスペクトする私の中のまあ定番ファッションとかそういうものに導いてくれたブリッテル、はい、まあ、世界的にも有名な俳優の方がいらっしゃるんですけど、はいはい、なんかいろんな話あるじゃないですか、はい、そこにちょっともしこのお聞きできたら、アニチューブが初めてそこに切り込む、はいはい、そうですね、はい、まあ、正直、いろんなところでいろんな憶測が、そうですよね、っていうような現状だったりは、この子に関しては、はい、してると思うんですけれども、はい、まあ、まあ、これ事実なのでその通りなんですけど、はいはい、実際にはハットン社の、はいはい、デザートブーツ、チャッカーブーツ、はい、チャッカーブーツ、はい、履いていたというところなんですよ。プレーなんとかとかいう名前でしたっけ。あ、そうですね、なんかいろいろあるんですよね、はい、当時と言われている、はいはい、そのブリってる方は、はい、そうですね、はいはい、でその、創業オリジナルのハットン社が、はい、まあ、クローズに、後にクローズになるんですけど、はいはい、そのクローズになった際に、はい、この、まあ、マッドガード製法を、はい、作るその製造する機械だったりとか、はいはい、ラストっていうのを、はい、サンダース社の方で買い取りまして、はい、なるほど、はい、その技術とか、まあ、製造方法が、はい、まあ、それで今に至ると、はい、受け継がれてるという。ということはやっぱりその、まあ、思いとかその遺伝子は、はい、DNA は引き継がれて、はい、で私が今この日本橋で履いてるこれも、そういうこと、まあ、その映画の中のブリッテル方が履いてたブランドのものからは魂は引き継がれているというソウルってことですね、やっぱりね。ソウルです。あ、なんかすごいすっきり、はい、よりね、なんかブリッてよりブリッて感じ、はい、してきましたよ、なんか、はい、もうなんか、はい、なるほど、はい、じゃあもうこれはもう私もうポチりましたんで、もう馴染ませる必要もないぐらい本当にこれ、うんうん、どうやって説明すればいいですか、これを。そうです
ですよね。本当にどうやって説明すればいいんですかね。本当に軽さは感じるので、いや本当にこれ1回だから、うん、なんだろう、まあ、通販は試着できないんで、はい、その全国のセレクトショップおよび御社 の, あのサンダースのウェブサイト行くと取り扱い店舗とか調べられます、はい、出てます。1回に、あの、はい、履いて欲しいです、これぜひ。本当にそう思います。それで、あの、何、兄貴嘘言ってんじゃないよと、うん、めっちゃこれ家庭じゃんっつったら、うん、俺本当ね、もうソウル送りますよ。はい、ありがとうございます。ソウル送ります。はい、はいはい、ということで、はい、ちょっと気になったのはこっちのこのミリタリーコレクション。ミリタリーコレクション、はい、ここら辺はもともと先ほど伺った通り、もともとの、あ、これがあれですかね、アーカイブですかね。そうですね、この辺があのミリタリーシューズのアーカイブのものですね。英国軍に納品していた当時の、はい、この辺は、まあ、サンダースの陸軍だったり海軍だったり、まあ、多分いろんなパターンがあって、はい、いろんな種類もあって、そうですね、はい、これもちょっと多分偉い人かな。でもまあ当時のこういうまあ歴史の中で、まあ、そういったものを昔のミリタリーラストを、はい、まあ、現代のまあライフスタイルに合うようにというか、はい、雰囲気良きとか残しながら、はい、まあ、アップデートして、こっちグローバルで展開して、そうですね、はい、この子すごいブリってるんですけど、はい、ありがとうございます。このアクセントがいいですね。そうなんですよね、やっぱり英国ならではを表現することも認められているので、なんかこういう、はい、あ、でもこういうブラウンもいいし、はい、このステッチすごくないですか。このそうなんですよね、この、このキャップの部分と、はい、このサイドの外バネの部分、こちらにもその3本ステッチが施されているんですけれども、はい、これって本当に今ではあの別名ピューリタンステッチとも言われる、ピューリタン、はい、ステッチとも呼ばれているんですけれども、希少な3本針のミシンを使用しているんですよね、うん、はい、3本ありますよね、はい、あんま見たことないですね、こういうの。何もこう1本ずつ、はい、3回縫ってるとかというのではなくて、はい、3本針のミシンを使用して構成されてるんですよね、はい、へ、はい、それはすごく特徴的な、アメリカのワークブーツとかではよく見たことありますけど、はいはい、こういう英国の、しかもこういうドレスっぽい面のミリタリー系のシューズで初めて見ました、うんうんうん、あとこのバランスがいいですね、2キャップのなんか気持ち、まあ、この感覚が少しある感じ の, この、まあ、上品さと、うん、まあ、ソールも履きやすい、うん、これ何ソールだろう、これ、これはスタッテッドソールというラバーソールになりますね。でも今の気分ですね、はい、いや、このなんかいわゆるこうちょっとガラスレザーっぽいっていうか、このテカテカな感じのでこう履き込むと、はい、例えばこういう風にこうシワが入る、はい、これってなんか何レザーとかってあるんですか。一応そのポリッシュドレザーというふうに呼ばれていまして、はいはい、やっぱりこの光沢感っていうのがまあ特徴になるんですけれども、はい、でもやっぱり履いていくとそのこのツヤ感って少しこうマットになってくるんですよ、はい、なんでそこをその状態をこう楽しむか、はい、まあ、むしろ もっと綺麗に磨いて戻していくか、まあ、綺麗にすればそのケアの仕方によって変わるってことですね、はい、その辺も結構お好みで楽しんでいただけるポイントかな。エイジングを、はい、まあ、楽しめる。そうですね、いや、これ育ててみたいな、はい、このでもこの形が一番シンプル。これラストまた違うん、いや、これ実は一緒なんですよ。一緒なんですね、プリントになるだけで、はいはい、結構印象がやっぱり変わってくるんですね。これ結構大好物です、この、はい、この感じですよ、これは。このもうこの感じですね。でちょっとここが膨らんでるのはちょっとミリタリーラストの特徴だと思うんですけど、プレーンでもいいですね。そうなんですよ。でこのアローマークが入ってる、うん、はい、このこれ同じってことですね。同じタイプですね。それの、ブロードアローがのステッチが入っているものと入ってないものとの違いになります。なんかこうやってステッチ入るだけでまた雰囲気も変わりますね。そうなんですよね、本当にこれも何だったら同じラストだったりするので。本当ですか、はい、めちゃブリってるな、はい、これ全部同じなんですね。で、あ、これがエイジングサンプルですか。そうです、はい、うわ、これちょっともう大好物は、はい、このシワの入りとかいいっすね、うんうん、この
まあ、こういうミリタリーものってなんかこうラグに、まあ、レザーソールのドレスシューズとちょっと違ってラグに履いちゃう感じでこれぐらいこうシワがガシッと入っちゃう感じは、だからこんな感じで育つってことですね。そうですね、はい、いやこれちょっとたまらんな、これ。あ、これもそうだ。そうなんですよ、このシワのいい感じですね。だこの子がこれはアローマークが白かった仕様のもの。そうですね、はい、そういう時もあったんですけれども、やっぱこう多分ね、はい、靴好きな人ここら辺のこのシワの感じとか、はい、これはもう結論から言うとこれブリってる、ブリってる、はい、ブリってる。でもすごく雰囲気が出ますよね、はい、このなんかグリーンのシューレースいいっすね、これ。そうなんですよ、これあのこのミリタリーコレクションの方では、はい、まあ、例えばブラック、アッパーがブラックのものでしたら、はい、ブラックのシューレースとこのオリーブのシューレースも両方ついてきますので、はい、そうなんですね、はい、じゃ気分によって変えれるっていう、はいはい、なんかやっぱこのイギリスというか英国といえばこのなんかグリーンというか、うんうんうん、まあ、そういう意味でこのハニントンもこの色を作りたかったっていうのもあるんですけどね、はいはい、これもまたラストは同じなのかな。そこも実は一緒なんですよ、それも一緒なんですよ。やっぱこの3本針の引いてますね、はいはい、でなんか少しちょっと前に前のめりになってる、うんうん、なんて言うんだろう、こうちょっとこう後ろに引っ掛けんだけど前のめりになってリアムみたいな、ちょっとなるほど、あ確かに前のめりとかこうやりながら、はいはい、こうタンバリンの時にこう、あちょっとね、こういう行きますよね、はい、ちょっと行く感じが、ね、はい、多分今リアム見てたら、はい、お前分かってんだこの野郎って文句言ってきましたからね、はい、文句言ってきましたからねじゃあやっぱりでも最初はやっぱこの子かな。ちょっとこれ履いてみていいですか。はい、もちろんです、ありがとうございます。あ、なるほど、うんうん、これ多分セブンでもいけるそうだけど、はい、これちょっと 迷いますね、これね。じゃあ左足も、はい、サンダースだとセブンハーフだと、はい、まあ、US の8ってことがありますけど、まあ、一概には言えますけど、はい、まあ、いや大体26センチぐらいの感じですか。そうです、6センチ、26.5センチそれくらいが目安になりますね、はい、こういうレザーシューズもソールがこういうふうにあのラバーのものだと、はい、もうこれぐらいのソックスで合わせることが多いんですけど、はい、まあ、今この状態で、まあ、こんな感じなんですね、うんうん、で多分これ10年前だったらでかいって判断あったと思うんですけど、なんかこういうシワの入り方とかなんかヴィンテージのミリタリーシューズとかを、まあ、ヴィンテージショップとかで探すときってやっぱり靴って一点物じゃないですか、はい、でちょっと大きいけどまあいいやって言って適当に履いた感じが結果良かったみたいな、うん、はい、どっちかっていうとちょっと緩く履きたい、はい、かといって大きすぎるのは絶対良くないんですよ、あの靴って、はい、だからほんの気持ち大きく履きたい感じだとこの狭くでいい気がします。うん、要は今外バネの締まりが今これぐらいなんで、はい、あと数ミリ締まるけれども突きはしないっていう、うんうん、あのアメリカ、フランス人のアメリカ靴好きな人がいるんですけど、うん、某有名なブランドのディレクターの方で、うん、もうおじいちゃんなんですけど、ね、うん、その人の履き方はそういう履き方ですね、うん、もうここでギュッと押さえれば、はい、でここは当たるとストレスになるじゃないですか、はい、なんかセブンもいけるけどこれセブンハーフでいい気がしますね、うん、やっぱここ絶妙っすね。あーなるほど、あなんかこう聞きましたよ、これなんかこのミリタリーラストはこのなんだろう靴の、はい、ここ、うんうんうん、ここの吸い付き方すごいっすね、フィット感が、フィット感がキュッと、はい、ここからこの感じ、今全く履き慣らしてない状態でこんだけ吸い付いてるってことは相当馴染んできますね。そうですね、はい、結構あの本当に日本人の方向けにあのモディファイされているので、あの疲れなんかも随分軽減されると思います。なんかまだ今新品の状態で履いてるだけなのに若干コルクが沈んで、うんうん、なんかもう2週間ぐらい履いて慣らした感じがありますね、うんうん、これ
俺さっきこれ買いますって言いましたよね。はい、そうおっしゃっていただきました、はい、いやもうこれね、2サンダースですよ、はいはい、2サンダース2サンダースですよこれ、はいはい、これね、もうやっぱ2サンダースいきますこれ、はい、ありがとうございます。でこっちおいくらでしたっけ、こっちは、こちらがですね、はい、5万3000円税抜きで、で、なんかさっきからずっとこれ気になってたんですよね。はい、ありがとうございます。まさに、まあ、今履いていただいている、これが150周年の、はい、そうなんですよ、150周年の記念モデルが、はい、今回こちらの二方になるんですけれども、はい、ちなみにじゃあ、この子先ほど履いていただいたブリットチャッカー、はい、ブリットチャッカー、はい、ブリッテル、こちらをベースにしているのが、はい、こちらですね、同じブリットチャッカーのアッパーを、ボックスカーフ、これそうなんですよ、フランスのアノネー社のボックスカーフを、これなんか某メゾンが使ってその感じですね、もうね、ハイブランドの、いやもうそのこのきめ細かさ、はい、なんかやっぱりこうアッパーが変わるだけで全然雰囲気変わりますよね。全然違いますねこれ、はい、なんか本当なんかどっかのハイブランドの別注とかコラボみたいな感じしますねこれ。またちょっと品もありますし、そうですね、はい、こんな、ちなみにこっちはおいくらですかこれは。こちらがですね、税抜きで6万円になります。なるほど、はい、でこちらの、150周年記念モデルには、はい、ノベルティとしてまたブリってますねこれ、講義者のこれソックスもついてくるんですか。ソックス、この記念ソックスが付属になります。へえ、なんかこっちにしようかな。でもさっき買いますって言いましたけど、これも超相当2、3ダース、はい、2、3ダース2、3ダース3、これで3、3ダースいって4、3ダース、はい、4、3ダースでもこれ言ったらちょうど3、3ダースだから3ダースになります。3ダースまさに、でもこのカーフすっごい綺麗、うん、カーフにこのマットガードいいっすね。いいですよね。でまたこっちやばくないですかこれ、はい、こちらは、今ご試着いただいているミリタリーダービー州の、150周年記念モデルになるんですけれども、はいはい、やはりアッパーメインのところはボックスカーフ、はい、ここは、はい、ここ同じ使ってる、同じボックスカーフと使ってる、はい、これなんかちょっとそうなんですよ、やばくないですかこれ。キャップの部分とあと後ろのこのヒールの、はい、本当だ、うん、ここは、バーカー社、イギリスのターナーのバーカー社のロシアンカーフを使ってるんですよね。ロシアンカーフって、はい、この独特な、そうなんですよ、いわゆるなんかもみ革のレザーともちょっと違う、はい、ちょっとワイルドな感じですね。はい、そうですね、その2つのレザーを本当に贅沢に使ったコンビネーションのダービーシューですね。ちょっとこの150周年もブリってるな。こちらもなので同様にまあ、色はアソートになるんですけれ ど、 これは選べないんですね。選べないんですけど、まあ、そのローマーク入ってますね、クリームか、そうなんですよ、グレーブロードアローのマークがソックスの後ろの方に入ってます。へー、このでもツートーンなんか、はい、自然でいいっすね、はい、自然なツートンでさりげないっていうか、そうですよね、なんかこっちの黒黒もでもまずはこのまずはこっちから入って、はいはい、いやこれ気になるな。これも相当いいっすね。もう本当に表情が全く違いますね、違うものになるので、はい、でこのサンダースなんですけど、まあ、全国のセレクトショップおよびシューズ専門店、はい、まあ、とかもしくは御社のサンダースのオンラインショップなんですけど、なんかイベント的なポップアップ的なことをなんかやられるって伺ったんですか。そうなんですよね、はい、10月の、はい、7、8、9っていうところで、そうですね、はいはい、そうなんですよね、青山の、はい、コット通りにあるビギンベースという場所があるんですけれども、はいはい、そちらで、サンダースの、はい、まあ、試着と販売会、その場でも購入いただけるような機会を持ちますので、10月の7、8、9、これね、もう、まあ、その場で履いてサイズがあったら買うこともできるんですよね、はい、でもね、履くだけでもいいから、はい、もう行ってほしい。何曜日ですか。土日月です、ね、いやー、それいいっすね、はい、で
このハイテックはこれ気になってしょうがないんですけど。 ありがとうございます。こちらがですね、はい、またちょっとあのサンダースとも違ってまして、はい、こちらは、J&S フランクリンエクイプメントという、はい、まあ、ブランドになるんですけれども、はい、バッグのメーカーですか。ですね、また違う。そうなんですよ。こちらが、まあ、今ロンドンを拠点に、はい、イギリス軍のメジャーのコントラクターをしているところになるんですね、はい。イギリス軍のギアとか靴とかウェアとかを作ってる、そうですね、そのいろいろ軍から依頼されたものをむちゃくちゃ興味ありますね。彼らが受け負って、はい、まあ、手配してお渡しするみたいなことをしているところになるんですけれども、そこと、そんな彼ら と、はい、イギリスのハイテック社、はい、こちらも、世界初となるコラボレーションしたスニーカーがこちらなんですよ。いや、これね、はい、もうすごい懐かしくて、ちょうど、私が大学生ぐらいの時に、うんうん、いわゆる渋カジブーム、消えカジブームが起きた時に、うんうん、このハイテックのトレッキングシューズみんな履いて、ラルフの BD コンブレとか、そういう時代があったんですね。トレッキングありますね。渋谷のセンター街、4区の車が走ってた、これ、はい、多分40オーバーじゃないと分かんないと思うんですけど、はい、そういう懐かしいし、最近なんかブリティッシュ系の古着屋さんとか UK 系の古着屋さんだと、うん、軍物の靴とかも置いてて、はい、軍物 の、 あのハイテックのもちろん軍に納入してるやつとかも見てたんで、はいはい、なんかいいですよね。ちょっと懐かしい感じも、一周回ってこういうディティールもすごくいいし、めっちゃこれ軽いですね。そうですね、軽さはありますね。あと色もすごくいいですね、はい、このオリーブの感じで。そちらがですね、これおいくらなんですか。こちらが、税抜きで1万7000円になります。これがもう当時のその80年代のミリタリートレーなんですよ。この色を再現しているんですよ、ね。これだ、これ、はい、よくだから古着屋さんとかで見てるのこれですね。そちらだと思います、はい。この再現率ブリってますね、これも。このインソールまで色も再現しているので。本当だ、はい。でもこのワントーンのグリーン、なんかこういうカーキのいいですよね。なんか上着にも合うし、はいはい、そのままこれでもいけますもんね、はい。これもいいな。これも通販で買えるんですか。こちらも、はい、ご購入いただけます。かなりこのもうブリブリったんで、はい、まあ、せっかく日本橋にいるんで、ちょっと日本橋ブラブラして、まあ、ちょっと喉も渇いたんで、まあ、英国パブあんまりね、これないんですけど、ちょっとね、このままぶりってるから、ね、あ、もうぜひキューっていきたいんで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、ちょっとオアシス聞きながらちょっとぶりっていきます。あ、いいですね。最高だな、これな。いや、めっちゃ歩きやすいな。マジでぶりってんな、これいいね、日本橋。いや、ぶりってるサンダースで、やっぱりね、この英国パブですよ、ハブ。もういろんなところにあって、気軽にこの、ブリってる雰囲気を味わえるんで、ここでちょっとキューッといきます。サンダースでキューッとブリってますよ、ハブ。いいっすね。いや、もうこれね、ほんと英国パブといえば、日本の英国パブといえばやっぱハブですよ、いろんなところにあって。で、なんといってもこのハブエールでしたっけ、はい、ハブエールだ。これ日本で作って、その英国のビールを目指すべく、ハブ、まあ、日本人がオリジナルで作り上げたハブエールってことですね。そうですね。で、やっぱりこのパイントって、あ、そのグラスでしたっけ。そうです。この英国パブはこのサイズパイントで、じゃあパイントのハブエールお願いします。パイントって何ミリリットルなんですか。ブリってますね、ブリってますね。はい、ありがとうございます。で、ここで、ね、チャリンとやって、本当はキャッシュアンドデリバリーです。で、やっぱり私の大好きなフィッシュ&チップスをオーダーしてますから、見てください、これ。これがいいんですよ。やっぱりこのサンダース。マットガードにはフィッシュ&チップスと、やっぱもうこの英国パブで飲むハブエール。ハブで飲むハブエール。サンダースに乾杯。うわ。めっちゃうまいです。聞いてないですけど、めっちゃうまいです。で、このフィッシュ&チップスをいただきます。このビネガーだけシンプルでうまい。いやー、ぶりってるな。なんか、キャ
150周年モデルもちょっと気になってきたんで、まあとりあえず乾杯で、ブリッテル乾杯で、サンダースに乾杯。チャンネル登録よろしくお願いします。めっちゃうまい。